この会見の見どころとして雨宮監督からは1人3つ以上のダジャレをという指令が出演者の皆様に下っておりましたけど、はい、それ今の時点ではまだまだですね、はい、大丈夫です。小西君がちゃんとやってくれると思いますので新しく取り組んだことなどございましたら教えてください。そうですね、うちのヒロインが最近軍足さんと仲が良くてですね僕はそれに負けないように頑張ってました。ひじいさんから見た甲賀の魅力。軍足さんではなくはい、甲賀の魅力です。小西でもない。そうです、小西でもない、はい、宿命を背負ってるっていうのはすごく彼の魅力につながってると思っていて。ありがとうあ、小西くんじゃない、うん、分かってる見つめ合っちゃいました目の前にいて小西涼星さんが演じる冴島甲賀がいて、それを見ながら自分がいるっていう、これすごいな、本当にすごいなっていう感じです。ガロの魅力どんなところでしょう、一言でお願いいたします。先ほどこの第1話を拝見いたしまして、脳裏に焼き付いて離れないのはあの白い大きなおっぱいでございます。イタリアの巨匠フェデリコ・フェリーニも白い大きな胸が好きでした。やはり偉大な芸術家は白い大きな胸に、こだわるもんでございますね。6年経って、あの甲賀以外のキャラクターたちも、どのように成長したのかっていうのを、ぜひ見ていただきたいですね。ドラマもクオリティがどんどん上がっていってる中で、僕もそれに追いつかなきゃいけないなという心境がもう本当に一番強い印象でした。今回このお話をいただいた時は待ってましたとばかりに、もう自分もすごいパワーアップして、今度は絶対ジャビ自身に負けないぞという気持ちでやれたのではないかなと、はい、思いました実際に現場に行った時にテレビシリーズで見ていたキャラクターの方たちの中に劣化というキャラクターが入ることが本当にすごく嬉しくて幸せでした。映画でどうしてもワイヤーがやりたくてでもできなかったんですけど、テレビ版で一度だけ横山さんにやらせてもらえたんで、それはすごく嬉しかったです。最後に一言言わせてください。布団が吹っ飛んだ初ダジャレ自分たちのためにも、そして、復活したガロのためにも前回に負けないような音楽ができたんじゃないかと思っています。初めて雨宮作品に参加されましたよね、はいはい、初めてとは思えない、もう皆さんと和気あいあいと楽しそうにしてらっしゃいましたよね。清水さん、すっかり。そうですね、はい、一回もお会いしたことないというか。そうですよね、ほぼそうですよね、うん、全くここリハーサルした時には、まあ、そう仲良くいじられてましたよね割とちょっと入ってたもんで、ね、ちょっと昨日のが、たくさんの愛情が詰まっている作品のですので、ぜひ皆さん、テレビシリーズ、見てください。よろしくお願いします。それ言うと思ったの。あ、そうなの、ね、勇気がいい、いい、一緒に言って、じゃあ、夫婦で、夫婦だっけ、夫婦じゃないでございました、そうだね、せーの、ありがとうございました